U ターンは、度を180度変えて、今までの進行方向とは、正反対に進むこと。アルファベットの U にちなむ。本項目では、車両等の U ターンについて記述する。右折と展開が可能展開専用の青色矢印信号のついた、信号機 U ターンに関しては、道路交通法では、展開の用語が使われている。展開時は、 他の車両等や歩行者の正常な通行を妨げてはならない。中央分離帯の設置されている道路において、道路の右側の施設に入る場合、右側の枝道へ進みたい場合、目的地を通り過ぎてしまって戻りたい場合は、先の交差点まで進んで展開をする必要がある。方向転換や迂回などの経路復帰の方法の一種でもある。展開は右折ではないため、 指定方向外進行禁止の標識により右折が禁止されている交差点であっても展開することは可能である。派生して人がある場所から別の場所に行き、また元の場所に戻る動きのことを U ターンということがある。U ターン現象や U ターンラッシュなどはその例。U ターン就職という語も近年では見られ、地方出身の学生が都心の大学を卒業し、 あるいは社会人が転職して地方で就職する現象を指す。ありがとうございます。